クレーベンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す市である。本市は、ミュンスターとオスナブリュックとの間の、ミュンスターラント北部に位置するエウレキオの一部であり、ノルト・ウェストファーレン地方開発プランで、中級中心に位置づけられている。クレーベンは、ミュンスターラントのエムス川沿いに位置している。この川は町をグレーベン・リンクス、 デア・エムスとグレーベンでヒツ・デア・エムスに分けている。これらは、市政志向以前は、独立した村落であった。グラーネ川も、地域内を流れ、ヘムベルゲン近郊でエムス川に合流する。ドルトムント・エムス運河とアウトバーン A1 号線が、地域を貫いている。ミュンステルシェアーは、グレーベン近郊でエムス川に注いでいるが、市の中心部を直接通ってはいない。 地域の東部にフランツ・フェリックス税がある。自然保護地域としては、ベントルパーベルゲンの資料区や、市の南部ギムプテ地区付近のボックホルターベルゲ地域が挙げられる。クレーベンは、南西から時計回りに、アルテンベルゲ、ノルトバルデ、エムスデッテン、ザーベック、ラドベルゲン、オストベーベルン、テルクテ、ミュンスターと境を接している。クレーベンは、エムスの中核地区、 レッケンフェルトシク、ギンプテシク、シュメーデハウゼンお及び農村省集落のアルドルプ、ボックホルト、フーストルプ、グントルプ、ハンゼラーフロート、ヘムベルゲン、ヒュットトルプ、マーストルプ、ペントルプ、シュメーデハウゼン、ベステローでベントルプに分けられる。グレーベンは集落名グラバンに由来するもので、溝の近くを意味している。この溝とは、 戦士時代及び古代のエムス川の川筋を表している。グレーベンの地域からは中石器時代の漁師の痕跡が出土している。新石器時代の集落跡、青銅器時代の墓、ローマ時代以前の出土品もある。ペントルプの作戦豊富野外博物館作戦時代、グレーベンはドラインウの北端に位置していた。この頃に、 集落の周辺にいくつかの農場が形成されたと推測される。グレーベン・ペントループのザクセン・ホーフ野外博物館は、ミュンスターのゲルマーシックにあった農場を推定復元している。ザクセン戦争以降、フランク人入植地が確認されている。エムス川の都市地に面し、エムス川の高校化の多い域の終点にあたるグレーベンの立地が長らくこの村落の発展を支えていた。 エムス川の都市地を守るために、マルクト通り及びミュンスター通り沿いに一人の大官が収める八つの農場が形成された。793年頃に、聖ルドガーによって、聖マルティヌス教会が設立された。クレーベンは800年頃に、ルドガー主教によって創設された、原始教会区の一つに数えられている。900年頃にグラバンという地名が初めて文書に記録されている。 現在のベントルプ東産業地区に900年から1200年までの間の中世の入植地があった。この集落は最近考古学的調査がなされた。1200年以降グレーベンは市場開催権を有していた。これはおそらく当時の村の開かれた立地と関係していた。8月の市は地域を超えて重要であった。シェーネフリー土壌の復元図1256年。 エムス川の都彰地に、騎士のディートリヒフォンシェーネンベイケに属すシェーネフリート城が初めて文献に記録されている。この城は1275年から1276年に、エーバーハルトフォンディーストによって破壊された。ディートリヒが、強盗騎士であったためである。1335年から1370年までに、ミュンスター制度参事会はほぼ、同じ場所に、通行税を徴収し、 エムス川の港を守るために新しい城塞を建設した。この城は1803年から荒廃し、現在ではわずかな痕跡が見られるだけである。16世紀末にグレーベンはその公的な地理条件のため公易によって繁栄した。エムス川の高校はピュンテで再び活気づいた。グレーベンの市場は1598年の オランダ騎士による劇的な襲来によって深刻な凋落に陥り、その結果地域を超えた輝きを失った。30年戦争の間やその後の略奪、薬病、火災がこの集落の衰退を招いた。1700年からやっと布の交易により再び経済が上昇した。1803年にそれまで司教領主に属していたこの村はプロイ占領となり、 1808年からベルク大公国、1811年からフランス帝国に属したが、その後委員会議の結果、再びプロイセン王国の領土となった。プロイセン王国では、行政上、ベスト・ファーレン州ミュンスター県ミュンスター軍に属した。1855年のグレーベナー、面子宝石工場の開設により、グレーベンの工業化が始まった。工業化は、 主に公益で財を成した商人の投資により、促進された。1856年に、鉄道ミュンスター・ M 電線が設けられ、1892年から1898年まで、ドルトムント・エムス運河が開削された。第一次世界大戦時には、ヘムベルガー農場集落に、弾薬保管庫が建設された。ここは戦後レッケンフェルト集落に発展した。 1933年の選挙では約12%のグレーベン住民が NSTP に投票しただけでこのカトリックの街では依然中央党が強い勢力を保っていた。1945年2月にグレーベンは爆撃を受け10人が死亡した。1945年の復活祭にイギリスとカナダの部隊がこの街を占領した。国家社会主義の時代には グレーベンで強制労働が行われていた。1945年の第二次世界大戦終戦後、グレーベンはイギリス管理地区に属した。1950年までグレーベン北とレッケンフェルトの難民収容所に何千人もの故郷を追われた人々が収容されていた。そのほとんどがポーランド及びバルト諸国の出身者であった。この収容所はアンラのチームによって運営されていた。 ノルトベストファー練習のミュンスター管区行政府の広報誌の発表によれば、グレーベンドルフは1950年1月28日に都市権を得た。1894年10月1日に、グレーベンが分離したグレーベンデヒツ・デア・エムスとグレーベン・リンクス・デア・エムスが1952年8月10日に再び統合された。 ギンプテは1975年1月1日に合併した。1960年代に、防災業は深刻な危機に直面した。その結果、高い失業率が生じた。ミュンスター・オスナブリュック空港周辺に流通業者が進出してきた。2018年12月31日現在、グレーベン住民の49.0%が、 ローマイコールカトリックを信仰しており、17.6%が福音主義、33.4%がその他の宗教、または無宗教であった。カトリックの教区組織と、教会グレーベンの聖マルティヌス教会銀プテの、先霊者聖ヨハネ教会聖マルティヌス教区と先霊者聖ヨハネ教区カトリック教会は、2012年11月に、 それまで独立していたセールカ協会が解体されて、以降、二つの教区に分割された。これ以後、聖マルティヌス教区は、六つの教会、聖マルティヌス教会、聖マリア非正天教会、聖守護天使教会、聖ベンデリン教会、聖ヨーゼフ教会、聖フランシスクス教会を包含しており、地域の大部分を占めている。グレーベン内市外のマルティヌス教会は、 2013年時点で約19,500人のカトリック信者を擁する教会区の教区協会となっている。この他に小さな教会区洗礼者聖ヨハネ教区がグレーベンの銀プテ地区にある。その主催は通常兼務であり、ミュンスターで司教区の執行部や聖職者の教育を同時に行っている。洗礼者聖ヨハネ教区の信者数は約700人である。 教会の取り壊し取り壊された西洋ゼフ教会1950年代に建設された聖マリア秘書天教会は2013年にユーゲント教会マリースと改名され青年や若い成人を主眼として伝統的な礼拝よりもターゲットグループに適した機会を提供している礼拝への参加者数が減少するのに伴いこの教会は隣接する教区会所とに完全に 2024年までに完全に放棄されると見られる。戦後に建設された西洋ゼフ協会は2019年1月27日に世俗化され最終的に取り壊された。同じ場所に礼拝スペースもグループ活動用のスペースも用意された新しい教会堂の建設が計画されている。取り壊しと新築の背景には古い教会及び隣接する。 教区集会所の老朽化状態と教会に訪れる人の現象があり、このため新しい教会は240席と、これまでの教会よりもかなり小さい。福音主義教会グレーベンの福音主義信者は共通の教会組織に編入されている。彼らはビルヘルムス広場のクリストス教会とレッケンフェルトの救世主教会の2つの教会を有している。 トルコイスラム教会有力なキリスト教会の他にグレーベンにはトルコイスラム教会がある。この教会は第一部を上位組織としトルコの管理部によって任命されたイマームによって運営されている。この組織は一面ではムスリムの宗教団体であるが多面ではトルコの祭りや伝統を保護育成する文化教会でもある。モスクとしても用いられる集会所は グレーベン・リンクス、デアエムス西部の旧ーバーンホーフ通りにある。グレーベン市長者グレーベンの市議会は2014年の市議会選挙以降38議席からなる。市議会の議席数は2009年に比べて10議席削減された。グレーベンの市長はペーター・フェネマイヤーである。彼は2007年の選挙にスピードの候補として当選し、 2014年5月の選挙で51.0%の票を獲得して、対立候補のヨーゼフ・パンホフを破った。市議会で選出された第一副市長ともに、このエムス都市の二党体制を築いている。第二次世界大戦後の市長を劣記するグレーベンの、上り図柄、青地に、銀色のエムスピュンテ1939年に編むと、グレーベンとその町は紋章を制定した。 1950年に死に昇格すると、グレーベンは新たに現行の紋章を制定した。この紋章は、1950年3月6日に、ノルトベストファーレン州内務大臣によって認可された。青地に銀色のエムスピュンテは、すでに1949年11月22日の都市法文書に現れている。デザインはおそらく、グラフィックデザイナーのマルクによるものである。 グレーベンの象徴である船は、エムス川の高校の終点であった長い伝統を象徴している。グレーベンの旗は白から青である。この姉妹都市協定は、相互訪問や交換学生、スポーツ大会、社肉祭行事音楽学校の共同コンサートなどによる友好交流を奨励している。シェーネフリート城跡グレーベンには、 聖マルティヌス教会以外に30年戦争以前の建物は存在しない。この教会は中心部はロマネスク様式、全体はゴシック様式でネオゴシック様式に拡張されており、さらにいくつかの部分は古い邸宅から転用されている。かつてエムス川沿いの通行税を徴収するため重要だったシェーネフリート城は基礎壁に至るまで失われている。 市内で最も古い農民の家は17世紀に建設されたものである。市の中心部には、後期古典主義様式、歴史主義様式、さらには、有限としている様式に至る19世紀の工場主の邸宅がいくつか存在している。多くのガラスとコンクリートで作られたブルータリズム様式の完結で、意味深い建物としては、建築家。 ディーター・エス・ターレンにより1973年に建設されたグレーベーンの新視聴舎がある。ペントルプ集落には、いわゆる雑船豊富がある。これは、紀元後800年頃の農家の復元家屋で、考古学専門家が重要な役割を果たした。ギンプテ地区の村の教会は、12世紀に作られたミュンスターラントで最も古い荒いライバンがある。 文化センター GBS グレーベンレッケンフェルト、野外劇場、シェーネフリート野外プールとスポーツ広場市の行政案内によれば、グレーベンには30のクラブがあり、43種目のスポーツを楽しむことができる。4つの大きな多種目スポーツクラブ、2つの乗馬クラブ、数多くの小さな一部は種目を特化したクラブが存在する。また、 グレーベンには18ホールのゴルフ場、屋内プール、屋外プール、多くのスポーツグラウンドや、体育館、乗馬場、滑空場、ヨットハーバーがある。TSCM スイコールカジノブラウゴルとグレーベン、SC グレーベン09の女子ハンドボール第一チームは2014、15年シーズン以降、人員不足のためにオーバーリーガベストファーレーンから降格し、 それまでのリサーブ選手が第一女子チームとしてランデスリーガでプレーしている。SC グレーベン09のサッカーチームは別イルクスリーガに参加している。このチームは過去50年間ランデスリーガとクライスリーガへとの間を行き来していた。新しい人工芝のグラウンドはスポンサーと約600人のサッカー部門登録者の尽力により2012年に建設された。 TSCM スイコールカジノブラウゴルとグレーベンのラテンフォーメーション部門は2009年にブンデスリーが2部で第2位となりブンデスリーが1部に昇格した。トブ、グレーベンのトライアスロン部門第1チームは NRW、リーガ、トブ、グレーベンのバレーボールチームはオーバーリーガに所属している。トブ、グレーベンの空手部門も国内外の大会で成功を収めている。 テニスクラブの TC ロートバイグレーベン、TC グリューンバイレッケンフェルト、トップテニスはいずれも成功したジュニア育成に熱心なスポーツクラブである。トップテニスは2015年に DJK ブラウバイと合併し、DJK のテニス部門となった。DJK ブラウバイの第一卓球チームは2016年にフェアバンツリーガに昇格した。 2005年の夏に SC グレーベン09と SC レッケンフェルトのハンドボール部門がハンドボール競技団体ハントバルフロインでレッケンフェルトグレーベン05として統合された。このハントバルフロインでの第一男子チームはクライスリーガでプレーしている。スポーツのハイライトは2007年に第1回が開催されたグレービーチイコールカップである。このビーチバレーボール大会には 地元からは、ハントバルフロインでのチームが、地域外からもビーチバレーボールチームが招待された。エムス川に面した2面のコートで男女合わせて20チームが戦った。この他のグレーベンで成功したスポーツ種目が灯籠圏である。スポーツクラブ SC グレーベン09は、シュタインフルトカンフーセンターを提供しており、2009年に灯籠圏のドイツ大会を主催した。また、 dj ケブラウバイにもカンフー部門がある。1958年にグレーベンで唯一の競技射撃クラブ、シース・シュポルト・フロインでグレーベンが設立された。このクラブでは競技射撃が全面に強調されている。シース・シュポルト・フロインでは50メートルの射撃レーン4面、空気重要、スタンド10面、ラウフェンデ・シャイベ用、スタンド1面を有している。グレーベンは、 ニュースターラント全域と同様に失業率がかなり低く2019年5月現在4.2%である。これはシュタインフルト軍全体の平均値よりもやや高い。2019年5月のグレーベンの失業者数は910人である。フィーゲの企業センターかつてのほぼ純粋な貿易都市が深刻な危機に直面した後、流通業がグレーベンにとって 特別重要な産業となった。約3000人分の職場がこの分野の企業に存在している。特に、フィーゲ、ルーンス、ドイツポストの小包み、手紙センター、さらに2006年3月からは、通販業者ハス24の配送センターが大きな重要性を占めている。ディスカウント業者アルディコールノルトは、広大な中央倉庫に加え、その地方支社を有している。 この町にある最も重要な銀行がホルクスバンクグレーベン、シュタインフルト郡貯蓄銀行、ドイツ銀行、コメルツ銀行である。160社以上の地元企業がその総合的な利益を代表するグレーベン、経済フォーラムに加盟している。Y 法の代表は毎年交代する。2007年にグレーベンは小売業界サービスマルクとインテルンの 一営ショッピング都市の称号を授与された最初の街となった。新しい小売業コンセプト開発のために2017年に1月に調査を行った。その結果、小売業者数は208、総売場面積は58,200平方メートルであった。総売場面積は2009年の値に比べ6%に当たる4零零平方メートル減少していた。 業者数は56社減っていた。売り場は、食品、試行品、DIY、園芸用品、家具がその大きな部分を占めていた。小売店208社のうち、大手16社で、売り場面積の53%を占有していた。この調査ではさらに、購買力レベルは100.28と、わずかに、連邦平均を上回ったが、購買力は、グレーベンから流出し、 売上高は購買力を約10%下回った。2017年1月に42件、売り場面積6000平方メートルの空き店舗があった。内市街だけでこのうち25店舗があったが、レッケンフェルトには空き店舗がなかった。グレーベン内市街の空き店舗状況は、このコンセプトの寄草者によれば、他の変動率を大きく上回っている。 エアポートパークのシューマッハイコールパッケージングの工場グレーベンはエムスデッテンと共同でレッケンフェルトに大規模な産業地域を開発している。ベントルプ東地区に新たな地域が指定された。ミュンスター市及びシュタインフルト郡と共同でミュンスター・オスナブリュック空港とアウトバーン A1 号線との間に隣接して広さ200ヘクタールの エアポートパークが設けられている。ここには、シューマッハーイコールパッケージングイコールグループの工場、オーバーフランケン地方のエイバースドルフバイコーブルクに本社を置くダンボール紙製造工場がある。グレーベンの観光業の最も重要な分野がサイクリングである。グレーベンマーケティング EV は観光サイクリング客に貸し出しが可能な自転車ステーションを運営している。また、 この教会のツーリストインフォーメーションが内市街にある。人気のエムス自転車道がこの街の地域を貫いている。この他にエムス川でのカヌーや増加しつつある乗馬ツアーも大きな役割を担っている。クレーベンには、例えば、2つの乗馬クラブや2つのポニーパークがある。2004年8月にドイツ発の障害者も利用できる乗馬道が整備された。その一部が、 グレーベンの地域を通っている。グレーベンのベストハイでキャンプ場には馬を貸し出す障害者サービスセンターがある。農業はグレーベンにおいて終始重要な役割を担っている。ひどい経済的困窮に陥っている、中小農場もある。多くの営農家は牛、豚、家禽類を飼育している。一連の飼育用植物、特にトウモロコシの栽培も行われている。 集約的な農業によって、地下水の一部に硝産塩の負荷がかかっている。アンネ・フランク実家学校学校グレイベンには、基礎家庭学校が5校ある、カトリックの聖マリエン基礎家庭学校、聖マルティーニ基礎家庭学校、聖ヨゼフ基礎家庭学校、福音主義のマルティンルター基礎家庭学校が、中核支部に、エイリヒ・ケストナー共同基礎家庭学校がレッケンフェルトにある。これより、 上級の学校は、実家学校1校、ギムナジウム1校、総合学校1校、ゼクンダーシュトゥフェアイを持つ、浄土、社会的成長に重点を置く、養護学校1校がある。2012、13年の学期に隣接する、マリエン本家庭学校とユスティス・クライン・ベヒター、実家学校が合併して、総合学校が成立した。 母体となった両校は2017年の夏に閉校となり、現在は存在していない。これらの学校は、レイシズムのない学校勇気のある学校プロジェクトに参加している。その他の教育施設上述の公認の学校の他に、グレーベンには音楽学校一校と市民大学が存在する。これら両校は、隣接する m ッテン ザーベックと共同で目的連合として運営されている。クレーベンは私立図書館を有している。そのカタログはオンラインでアクセスすることが可能である。この私立図書館は2015年に解散したドイツの全国的な図書館協議会であるベルテルスマン財団のビックスに毎年参加していた。2009年に14万5千人の来訪者、35万8千件の 貸し出しという新記録を受立し、さらに2011年の貸し出し数は39万67件に達した。約3万8500冊の書籍、50種の雑誌、合計4万4200点以上のメディア類が貸し出しの対象である。2016年の貸し出し数は約34万件であった。クレーベンには近代的な私立文書館がある。 その収蔵品もインターネットで見ることができる。このサイトは街の歴史に関する資料情報を閲覧することができ、一部は無料でダウンロードすることができる。アーカイブポータル NRW の私立文書館のサイトを介して収蔵品の情報を呼び出すことができる。さらにいくつかのデータはアーカイブポータル D でオンライン化されている。ミュンスター、オスナブリック空港航空グレベンは 市域内にミュンスター・オスナブリュック国際空港を有していることで全国的に重要である。利用客数は長年減少し続けていたが2015年から微増に転じた。フモ前にエアポートパークが建設された。フモは数年前から固有のアウトバーンインターチェンジを有している。ミュンスター・オスナブリュック空港は観光用チャーター機のほか 主に小型地域間航空の空港として利用されている。ルフットハンザーがフランクフルト及びミュンヘンに定期便を運行している。道路グレーベンにはアウトバーン A1 号線のインターチェンジがある。連邦道 B219 号線及び B481 号線がグレーベンを通っている。鉄道本市は鉄道ミュンスター・ライネ線沿いに位置しており。 ミュンスター・ランと交通共同体に属している。1時間に2本、エムデン行及びケルン経由、クレーフェルト域が発着する。また、ミュンスターとライネトンの間のすべての駅が利用可能なエムス鉄道も往来している。クレーベン駅はエムスサガンにあり、内市街まで徒歩で10分ほどである。レッケンフェルト地区にも駅がある。バスグレーベンでは、市バス路線が利用できる。 この他に、ミュンスター、ノルトバルで、エムスデッテン、イベンビューレン、ザーベック行きのローカルバスがある。空港からは、オスナブリュック行きの高速バスが運行している。高校グレーベンは、エムス川に面している。ただし船はここまで航行できない。カヌーコースは人気である。ドルトムントエムス運河は、シュメーデハウゼン地区に接している。フューストルプ地区には、キャンピングカー駐車場を備えた。 ヨットハーバーや、運河橋、経由がある。ここでは、ドルトムント・エムス運河は、橋の上の通路を通り、エムス川を越える。グレーベンには、千人担任を有する、消防団がある。消防団には、200人の自由医師団員と14人の、千人団員が所属している。グレーベン消防団は、内主街、銀プテ、レッケンフェルト、シュメーデハウゼン、ベステローデの、各消防隊からなる。 また、この消防団は、若者向けに21人の隊員を要する、青年消防団を組織している。救急サービスは、週7日3000人の消防団員によって、保障されている。月曜日から金曜日まで、マルテザー救急隊の救急車がこれを支援している。マルテザー救急隊、アップ N2NS 手に、配備されている救急車は、医師と、 グレーベン消防団とマルテザー・グレーベンの救急救命士や救急隊員が交代で乗務する。また、グレーベンドイツ人命救助協会は、ライネ消防団とともに、シュタインフルト軍に2つある救命潜水グループの1つである。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。